はい、どうも、マキリナチャンネルのマキリナでございます。今日はエクスプローラーの第3弾でね、作例ということで、動画を作っていきたいなと思うんですけど、まあ、あまりね、作例っていうほどの作例がね、ないんですよ、実は。まあ、なかなか撮りに行く時間がなくてですね、ちょっと言い訳しますと。まあ、その辺で撮った写真しかないので、まあ、とりあえず撮ってみた感想を含めてね、ちょっとお見せしたいなと思います。まず写真なんですけど、で、撮ってみた感想をね、まず言うと、ニコンとの違いですよね。で、率直な感想を言うと、すごいね、色が自然な色、自然な色で、それもね、スタンダードっていうモードで撮ったので、特別ね、イラってないんですよ。いや、イラ気にもならんぐらいね、すんなり、見たまんまのね、色で撮れるんですよ。これがすごい、まあ、衝撃と言いますかね、ニコンはちょっと独特なんで、まあそれから言うとですね、富士から言うと、ニコンはちょっと独特な感じになってますので、まず1枚目、この見ていただいてるのが息子の写真なんですけどね、勝手にアップしてますけどね。すごい、まあ、彼もね、ちょっと部活してますのでね、こんがり焼けてますのでね、ええ色なってるんですけど、すごいね、色味がいいんですよ。肌の色はね。やっぱりその日本人のね肌の色の出し方っていうのはやっぱり富士山はよく知ってはるんでしょうね。でそしてまあ続きまして犬の写真ね。これちょっとね鼻から目に向けてピント合わせたんですけど、まあ、ちょっとピントが合ってないところもあるんですけどね。まあ綺麗で可愛く撮れたので、まあ、でも特別こういらわずにね写真がそのまま撮って出せるのですごいなーってすごいやっぱりいい色やなと思いますね。でずーっと見ていくと、こういう感じでね、色は結構ね、やっぱり人の肌の色がね、すごい綺麗に写ってます。で、外に出た写真もね、撮りましたので出してみます。で、こんな感じで、もうほんまこれ見たまんまなんですよ。私がその、自分の目で見たまんまの写真がね、撮れてるんですよね。で、まあ、物撮りばっかりじゃなくて、人ばっかりじゃなくて、景色もね、撮ってみようということで、景色も撮ってみました。こんな感じでね。で、私はあんまり行かないんですけど、海を行ってみました。で、まあ、たまたま出かけた先に海があったので、まあ、そちらの浜に行ってね、撮ってみたんですけど、まあ、ちょっとね、映像的にはレンズの性能にちょっと依存してるところがあってね、まあ、白くなってる部分もあるんですけど、まあ、見ていただくのは、写真の写りよりは、まあ、色味ですよね。これで、ね、スタンダードで撮ってます。全然いじってなくてこれですからね。すごいよく撮れてると思います。まあ、ちょっと付け加えると、明るさだけちょっと変えてます。ちょっと明るくなりすぎたっていうところだけは明るさを変えてね、ちょっと編集はしましたけれども、でも色的にはね、このままを取って出してこの色が出てます。これがでもすごいなぁと思ってね。まあレンズもこれもね、4種類ぐらいを使って撮影したので、ちょっとまあレンズによっての色味っていうのはちょっと出てるは出てるんですけど、いや、それでもね、ニコンは私だいぶ触りましたのでね、好みの色に合わせるのにだいぶ触ったので、それから比べるとね、やっぱりすごい綺麗っていうのは、色味がやっぱりね、すごい自然に入っていける。だから初心者の方でカメラを始めて富士っていうのはすごいいいなと思いましたね。すごい色出てるなっていうふうに思いました。まあ、このエクスプロワンがそうなのか、まあ、富士山自体がそうなのか、ちょっとその辺はね、わかりませんけど、すごいね、自然な色が出ててね、ほんまに、まあ、そればっかり言いますけどね、良かったと思います。こんな感じでございました。まあ、ちょっとこれはしょうもないね、作例しかなかったんですけど、ちょっと私、カメラをね、いろいろこう、デコってましてと言いますか、カスタムしてましてね、こんな風になりました。今現在の、エクスプランがちょっとゴテゴテしてますけど、こんな感じになってましてね。今このレンズつけてるのは、ロシアのレンズでね、フェドっていうフィルムカメラについてるような、そういうね、ロシアレンズですね。ロシアレンズに、ライカの、ね、フードっぽいのをつけております。でね、ちょっとね、これ言い忘れとったんですけど、操作感をね、ちょっと言い忘れとったんですけどね、このカメラね、富士山で言うと多分フラグシップ機になると思うんですけど、このグリップ感がね、やっぱりこう、一眼と持ってる感覚に比べると、やっぱり、ね、フィルムカメラに近いので、グリップ感がちょっとやっぱ甘いんですよね。ほんで、このグリップをね、別売で売ってるグリップをこうつけてね、それを使っていこうと思って買おうかなと思ったんですけど、ちょっとやめたんですよね。私、ここ革のカバーを自分で作りたいなと思ってましてね。まあそんなもあって、
してるんですけど、ちょっととりあえず先にこのサムレストをつけてみたいなということでつけてみました。インスタグラムの方にはね、ちょっとアップロードしてるんですけど、こういう感じでね、サムレスト。まあ指、サムレストっていうのは指をこう、休める場所っていう意味なんですけど、まあ固定する場所ですね。グッと握った時に、こう固定できる場所がここにありまして、ホットシューからこういう風に生えてましてね、鉄の部材が生えてまして、まあこういう感じでサムレストがついてるんですけど、私これにね、革で自分で縫ったんですけど、こんななんか手袋みたいなのつけたんですよ。ちょっとこう、お茶目でええかなと思って作ってみたんですけど、自分で縫いました。こんな感じで。ね。なかなかいいと思いますね。で、ここちょっとね、目立ってるでしょ。マグニファイヤーをつけました。これね、ニコンのね、アイピースの、マグニファイヤーをつけたんですけど、なんでこれつけたかというとね、私この前説明したみたいに、ピントを追い込むのにね、拡大撮影して、ピントを追い込むねんでって言うとったと思うんですけど、それをするとね、やっぱりね、ちょっと遠方を撮ると、すぐこう被写体がね、消えてまうんですよ。どっか行ってしまうんですよ。拡大しすぎなんで。だから標準の、ピントの状態で、EVF の普通の状態で、ちょっと追い込んだ状態を作りたいなということで、マグニファイヤーをね、つけました。で、ここのね、アイピースの K サイズっていうのは、普通、古い銀塩カメラの、ニコンの丸と一緒なんで、まあ、こういうのはつくんですよね。で、もう一個私ね、アングルファインダーも持ってるんですけど、それもついたんですよ。アングルファインダーもね、ちょっと出してみるか。これもね、ニコンの DR3 っていうね、アングルファインダーなんですけど、これもね、つくんですよ。ちょっとつけてみますね。まあでもあんまりつけるとね、こうガチャガチャになってしまうんで、ちょっと気をつけなあかんのは気をつけなあかんねんけど、まあこういう感じで、実際ついちゃいます。で、これでも撮影できるんですよ。一応ファインダーはね、見えてます。うん、いい感じで見えてます。すごいクリアでね、よく見えます。これはこれでね、ありかなと思います。で、一応これをつけてからですね、使い方としては、まあこいつをピントで追い込むんですけど、まあオートフォーカスの時は使わへん時はね、こうやって上げて使えますのでね、すごいちょっと、めっちゃゴツゴツしてますよね。まあこんな手袋もつけてるから余計やと思うんですけど、ちょっとね、ゴツゴツしてます。で、もう一つ、このストラップなんですけどね、めっちゃ古そうやと思うんですけど、古いんですよ、これ実際。なんかその辺のカメラのね、何のカメラやったかな、これね。コンタフレックスかなんか買った時の、確かストラップやったかな。なんかのやつをこう、ブチュッと取って、つけたんですよ。で、やっぱりこの金属でゴチゴチしたやつをね、ここで傷つけたくないので、こういう革をね、ちょっとつけてみようかなと。まあ、古いのをね、ちょっと、トコヌールでね、こすってみたんですけど、ね、ちょっとマシになったかな。ボロボロやったんですけど、ちょっとね、こう、毛羽立ちがなくなって、ちょっとマシになったので、当分ちょっとこれ使ってみようかな、という感じですね。で、ちょっと今、革の話を私しましたけど、ちょっと、レザークラフトにもね、これ出しましてね。まあ、これちょっと、これは小物ですけど、まあ、まだね、紹介したいと思います。いろいろ作っていけるところなんで、今実験中ですね。試作品をいろいろ作っていってるところなんで、またお見せしたいと思います。で、それでですね、あと動画ですね。動画をね、実際、お見せする動画を撮ってないので、もうこのままカメラを入れ替えてね、撮りたいと思います。で、それでね、今日の動画を終わりたいと思います。ということで、入れ替えてみましょう。はい。ちょっと全然情報がね、入ってこないんでわからないですよ。今、後ろしかモニターがこれなくてですね、HDMI スルーっていうのができないんですよ。今、撮れてるかな？この辺に合わせたつもりで、マニュアルピント合わせて、今ね、撮れてる映像を見ないままおしゃべりしてます。なので、どうでしょうか。ちなみに今、撮影条件はですね、Explorer に、一番信頼のおける、私が一番信頼を置いている、ニッコールの 24mm2.8 の、単焦点をつけております。ISO 感度を、400にしてます。ぐらいかな。あとはスタンダードで撮ってます。そのまんまですね。で、ちょっとサイズはね、多分16対9っていうので撮ったんで、ちゃんとハマってると思うんですけど、もしかしたらサイズがね、編集するときにおかしいサイズになってたらごめんなさい。申し訳ないんですけど、多分撮れてると思います。こういう感じでね。はい。まあ、動画を撮れるか撮れないかっていうのはね、このエクスプローラーに関しては多分愚問やと思うんですよ。動画を撮るんやったら別の機械にしたらっていうね、とこに来ると思うんで、このカメラに関して動画を欲しがってる人ってのは多分少ないと思うんで、まあ、需要はないと思うんですけど、多分こういう使い方としては多分これぐらいしか多分使わへんと思うんですよ。ガチでそのね、ビデオカメラみたいに持って出ることは多分このカメラでないと思うんで、ちょっとこういう風に自画撮りしたい瞬間があったりとかね、ちょっと子供を撮った時に、映像ってどうなるのっていうのをね、
見てみたいと思う瞬間が多分あると思うんで、一応そういうために作りました。で、一応作例も他にね YouTube で分かってるんですけど、まあ古いっていうのもあってね、まあ最近で撮ってみたらどんな感じなのっていうのをねお見せしたいなというのもあって撮りました。で、肝心のですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、 D7000 とニコマン V1 も売り飛ばしてでも買ったね、この X-Pro1 を、まあ、どう評価するかなんですけど、まあ、ここがちょっとね、難しいところでね、私の使い方で行くならば、正直アウトですね。私の使い方っていうのは、マニュアルレンズ大前提なんですよ。で、オートフォーカスはたんまに使うよっていうね、どうしても収めたい、こうね、時とかっていう時には出てくるんですけど、それ以外は基本的にはマニュアルレンズを使ってるんですよね。で、それで、その方法で行くんやったら、やっぱりね、D7000 が圧倒的に上ですね。まあ、それはもうファインダーですわ。完全にファインダー。あとは、ファインダーと、あれですね、シャッターですね。撮りにくいです。ものすごい撮りにくい。もう、そのファインダーの EVF と、そのシャッターの感度ですごい撮りにくいです。言ってしまうとそういうことなんですけどね。でも私がその D7000 を手放した理由っていうのはやっぱりね、やっぱりフルサイズの一眼を持ってるから、だからこれでいいかなっていうところがやっぱあるんですよね。だから700と7000があると、やっぱりちょっと喧嘩してしまうんですよ。700が勝っているところもあるし、7000が勝っているところもあるんはあるんですけど、まあ違う撮り方、違う使い方ですよね。いろんなレンズを使っていく上で、このミラーレスっていうのがやっぱり必要だなっていうことで買ったので、まあ、そういう意味を含めるならば、バッチリ成功やったんですよね。やっぱりファインダーの見やすさはね、もう全然ちゃいますもん。だからね、一辺もその、生のファインダーを見たことない人は、一眼レフのデジカメを買えとは言いませんけど、もしあれやったらね、フィルムカメラでも覗いてもでも全く一緒なんですよ。フルサイズ機になってくるんだよね、フィルムカメラってのは。で、フィルムカメラの一眼カメラを、まあ、いっぺん覗いてみたら、どっかで手に入れたら、いっぺん覗いてみてもらったら、もうびっくりするぐらい見やすいですから、今のデジカメとかとも比べようならんぐらい、ものすごい見やすくて大きいですので、まあ、それをいっぺん見てしまうとね、もう取り憑かれるんですよ。私も取り憑かれたから、F3 のね、F3 のファインダーで、なんかプリズムファインダーかな、覗かしてもうた時にね、店頭で、飾ってあったやつを覗かしてもうた時に、なんかね、すごかったんですよ。なぜも、そのプリズムがギラギラギラってして前がふわーっと晴れてね、ピントがパシッとあった瞬間にね、ゾクゾクゾクっとしたんですよ。あれを見てからね、もうあのファインダーに取り憑かれてしまいましてね。で、それでデジイチでもそんなんをしたいなと思って、こうプリズムファインダーって言いますか、マイクロフォーカシングスクリーンとかね入れたりして遊んでたんですよ。まあでも700ね、フォーカシングスクリーンついてないので、それをちょっとまた交流せなあかんなという意欲はね、また今湧いてきましたけど。まあそういうことでね、用途はまた、このカメラに関しては、いろんなレンズを使っていくためのものとして、考えてますので、まあ真剣にピントを追い込みたいときはもう700以外に私の中ではないですね。はい、ということでございました。今日はね、作例と言いますか、何本か写真撮ったやつを見ていただいたのと、まあ私の今カスタムしている状態をね、ご覧いただいたのと、そして今現在ですね、X-Pro1 で撮影している動画を見ていただいております。これで X-Pro1 の、大体の説明は終わりましてね、これからまた新しいね、部品が入りましたら紹介したいなと思っております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは。